まれはロシア、選手は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。いよ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 ぽっ違うのまあそれやそれやいや、やっと目処がついた。10万人いったら何するって言ってた。オフ会。そう、会いたいみんなにって言ってたね。会いたいって言ってた。昔から、うん、もう1年以上も前からずっとそれを言ってて、10万超えたら行くぞ、10万超えたら会うぞって言ってずっと言ってたねんけど、10万超えた、イエーイ。コロナでね、今回すっごい難しかったね。やっぱ言うてコロナやん。まあね、今だからなんかこう、不快みたいなどっか箱借りてなんかできるかなって、なんかその、そうで誰でも来れるようにしたいなってのも言ってて、でもそれってもう無理やねん、コロナで箱借りてあんたらで、もしも感染とかが広まったらっていうので、対策面ですごい難しい感じやったけどな。で、いろいろ考えて、はあ、やっとやっと全部整った。何をするかちょっと発表します。お願いします。ジェンガ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 、バナナジュース店1日店長。わー、バナナ大好きやね。バナナ大好き。ピロシキも好きやけどバナナ大好き。なんかうちらバナナ大好きやもんな。で、うちの事務所ツインプラネットやねんけど、最近バナナ店がすぐ隣にオープンしたねん。なんかそれすごい行くぜ。そうここだけの話、なんか1000円もらってチェキとか取ったらいいなとかって言ってたけど、バラすなや。そう、そんなんはしたらファンの感謝にならへん。そんなん誰がチェキなんか欲しいね、スマホがあんのにって言ってそうちゃんとインカメでタダで取れるようにしようよって。ジュース代だけね、あのお店が協力してくれるからいただくけども、そう、ね、まあそのジュースだけ買ってもらって、で一緒に触れ合えると。え、めっちゃ最高な環境やん、それで、お店はなんかこう一人入店っていう形にする。要は順番に、ね、うん、だからそのお店には他の人は入らへんから順番に入って。あ、じゃあちゃんと本当にちゃんと何触れ合えるってことやんな。そう、一人一人握手はちょっとごめん。あー、ごめんなさい。あの握手とかをすると接触になってしまって危険だから、それはまたコロナが終わったらみんなもうね、セックスまでしましょう。やあかんピロシキーズ開催。どんな人行くんやろうとか思う人もおると思うんだけど、まあ、基本的にお一人様だけ入れていく順番に、うん、あのお店に来ていただく形にするから、まあ、まあそこは気にせんでいいかなって言うけど、一応うちのチャンネルの視聴者層ね、めっちゃ幅広い。そうやね、そうやね。男性も女性も結構、うん、そこそこ意外と男の人ばっかりかと思ったらそうでもなくて、確かに女性も結構見てくれてる割合高いのと、もう年齢も若い人から、若い人やと高校生ぐらいから全然70代とか80、あ、いるね、いるよね全然、うん、でなんかあの割合もね結構多い、あの高齢の方でも、いい、うん、だからなんかそこは怯えずに来てください、来てください、まあ、一応ね、まず日付、日付11月1日の日曜日。あ、日曜日、じゃあ休みの方とか結構いっぱいいるから来れやすい日ってことやな。場所、場所東京表参道。表参道ってことはドヤ顔で歩けるってことやな。そう、ちゃんとシェイクを持って。一応住所こちら、はい、こちらがバナナのお店でございます。ちょっと、いや、いや、一人で盛り上がってる。なんでお前突っ立ってんの。バナナちゃんやし。ここな、バナナ屋さんです。ここな、いいね、この大きい、かわいい、かわいい、この大きいバナナの上に乗っていい、バナナジュースが飲めるんだよ。いやいや、ちょっとほら、バナナのポーズしてよ。え、バナナのポーズ、うん。あ、いやいや、好き好き。俺もやる、俺もやる。せーの、やば。ということで、このお店のね、プロデューサーさん、ハタさん、はい、ハタです。ハタさん、なんかイケメンなんだけど、え、ね、タイプイケメンじゃないか。急にどうしたんですか。どうしたんですか。いや、見たらな、すごいなんか
確かにいろんなものがあるよね。 MTC オイルとか CBD です。あ、そう全然の範囲やん。オートミール、伊勢茶、マカ、きな粉、いろんな、なんかね、元気になりそうね。あ、そうよ、スピリムとかあるんや。なんそれスピリム、なんか結構ガンになりにくいの、なんかガンにみたいなの、ウイルスに効く体を作る、すごいのがいっぱいあって、はい、え、すごい。でだからこういうのでバナナシェイクをいろいろ混ぜて飲めるお店、そうで自分でトッピングしてカスタムして選べるミルクとか、ちょっといいや、ジムとか行ってるから、ね、ジムランドとかも飲んだら、もうプロテインとか最高ですよ。そうよね。え、なんかさ、でもピロシキズオリジナルものがいい。え、なんか作れそうですか。ピロシキズのお二人は出身がロシア。そうそうそう、お聞きして絡めた、あ、絡めた、まずバナナ大好きやんか。バナナ大好き、バナナ大好きズなんですよ。だからさ、バナナ大好きズ、バナナ大好きズで、で、あとそこでなんかこう、うん、ロシア絡めた何かな。そうね、バナナとピロシキ、あ、ボルシ、ボルシを混ぜちゃう。ピロシキ混ぜたらやばいかな。ボルシバナナ、ボルシバナナ、ボルシチの入ってビーツとか。ああ、え、いけそうですか。いけると思います。あ、ビーツいいやん。あとさ、なんかこの間動画アップしたさ、ロシア人鳥の餌ばっか食べてるって、今これ見たら結構鳥の餌みたいなさ、 あるからさ、何だっけ、そば、そばの実とかな、そばの実とかいいと思う。ちょっとやってみよう。ロシアってめっちゃそば消費量世界一なんですよ。あ、そうなんですか。そう、驚きでしょ。そばの実を、そばじゃなくてそばの実が、そう、おそばって麺状になってないけどね、はい、まあなんかそういう反応になりますよ。なるほど。困っとる。ああ、ってなってる。え、じゃあちょっとやってみようよ。ちょっとじゃあ開発しよう、うん、ぜひ開発してもいいでしょう。え、じゃあやってみましょう。じゃあ、イエーイ。はい、ということでロシアのオリジナルバナナジュースちょっと開発をしていきたいなと思います。イエーイ。で、今回は何を用意したの。ロシアの素材を用意した。はい、で、これがね、そばの実、乾燥したバージョン、枕から取り出した状態。枕から取り出してないよね。そう、これをちゃんと水で戻したやつがこちらですね。で、ロシア人食べるときこの状態、美味しそうやな。そう、これがもっと塩気があって熱くてバターとか入れて食べるんやけど、まあ、今回はこの水で戻した状態ですね。美味しそう。バナナ入りましたよ。バナナ入りました。これ、ね、こだわりのバナナですか。これそうなんですね。ちょっとうちはどういうこだわりがあるんですか。独自のルートで仕入れさせます。どこからのルートなんですか。フィリピンから独自のルートで。薬物みたいなやつ。バナナで、ね、バナナの独自のルートで、独自のルートで、どんなルートやろ。普通のバナナなんですけど独自のルートで仕入れてます。怪しすぎるわ。そのバナナ本当に大丈夫なのか。そう、をさらにね、もう室って言ってこの温度管理とか湿度管理をする部屋があるんですけど、うんうんうん、そこに入れて独自の熟成方法で独自の甘みを、なんかあれ、こう純度が高いとか、ね、糖度です。あ、糖度か。糖度が高い。糖度がでした。そうです。たっぷり、せーの。これ、アルちゃんは一口で食べれる量やけど、いきます。パラ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 言うて。あ、びっくりした。え、すごい。あ、もうすごいね、これ。とろっとしてるね。めっちゃそばの香りする。はい、かーん。はい、かーん。まあ、パナメ。いや、ちょっとするで。せえへんよ。するって。食感が気になりますね。なんか食感ありすぎ。これはね、違う。これはね、なんかね、早い。あの、お粥を無理やりストローで飲んでる状態。いや、だから結局このそばの実がしっかり粉砕されてないの。なんで、うんうん、まあちっちゃいから多分中でこう、こう避けてんの。避けてんの。だからちょうどそタピオカみたいな感じで、でもタピオカほどの心地よいサイズじゃなくて、なんていうの、こう飛び出てきそうな、なんか米粒を
半分にしたぐらいのものがなんかどっかから喉の奥から喋ってる時にキャーって飛び出るぐらいのサイズですね。これこれちょっとまずくないの？味はめっちゃいい。味はやっぱバナナやから。ちーちょっとあかんわこれ。あれちゃんこれ入れていいのかな。かましたれかましたれもう全然ボト。あーどう。じゃあちょっと回していきますね。ゴー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 。わー飛んだ跳ねるピロシキを見た。思って、こもうもうなんか待ってこれ待つ。あもう無理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 。あ無理無理。これがね、あのボルシチの赤い元になるね、赤株を剥いた皮を剥いたものです。あら恥ずかしい。いきますね。あちょっとさらに半分。はい、あれおボトンってなんでそんな言い方やった。あいいや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 、いい色だわ。かわいい。いやもうこれがいいわ。いい色だわ。これがいい。あーかわいいわこれ。いい色だわ。あ良さそう。うん、めっちゃいいやん。めっちゃ可愛いやん。なんか黄色いストローに合ってた意外と。あーね。うん。あすごいねこれなんか。え、びっくりした。ビーツとバナナがいい感じ。なんか半分の。ビーツなくなるかなと思ってたの。ちゃんとあるビーツの。ビーツがある。うま。しかも。うま。ビーツの味はめっちゃする。あのビーツの味もするし、バナナもなんか半分半分なんかちょっとなんかいい感じじゃない。ほんまになんかちょっとボルシチ思い出す感じ。ボルシチ思い出すの。なんかちょっとあるね。でもあの決して非デザートじゃない感じじゃないね。ちゃんとデザートというかジュースやねん。ちゃんと、うんうんうん、これ全然合う。ちょっとね食感はちょっとだけある。うーん残ってますか。まあそれなんかさちょっとだけ、まあ、それもねちょっと開発してもうちょっと今ほらまあこれがおおよその完成形やけど、なんかなんか試行錯誤して、ね、あのまあこれ今回ねフレッシュ使いましたけど、フレッシュのビーツ使ったんですけど、これを乾燥させて粉砕してバカにした、したらもっとあれやねできる。だったらもっと滑らかになるんで。ちょっと開発してみてください。はい、めっちゃいいわこれ。これ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 どうですか。これですわ。これ採用採用ですか。何にしよう。これつけたいちゃんと。ボルシチなんちゃら、うん、ボルシチ赤い色が。あ、セブンデイズバナナ赤の広場スペシャル。あーいいね。赤の広場いいね。このドリンクを店長やらせていただく日に販売するっていうことで間違いないですか。え、何考えてんの。間違いないです。ファイナルアンサーですか。あ、違うのか。これ残念なやつか。ファイナルアンサーの方か。ファイナルアンサーです。てでで正解ですみたいな。これをやらせていただきます。はい。じゃあ当日ね、皆さんね、ぜひ遊びに来て、ね、生アレちゃん、生ブラス、生バナナ全部見ていきましょうね。ほんでこれを飲んで元気満々。ちょっとやばくないっす。元気元気満々で夜を迎えて楽しい一日にしま…夜を迎えて。やばい、バナナで夜を迎えた。いやでもこれ元気出るからみんな。まあとりあえずその日は楽しみにしているので、ピロシキーズにぜひ会いに来ていただけると嬉しいです。待ってるよー。ピヨ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 。通常メニューはその日の注文で大丈夫だけど、このセブンデイズバナナ赤の広場スペシャル、スペシャルスペシャルはこれはちょっとあの数に限りがあるので、あの事前に予約してる方限定の販売になります。なのであの説明欄概要欄の方に予約フォーム入れておきますので、ぜひそこから予約してね。予約してね。